かし高そうな店だな。まあいわゆる高級ブランド店だな。フォーマルな服から綺麗めのカジュアルまで何でも揃ってるみたいだぜその分いい値段だけどね。値段のことは気にしないで。それでロイド、誰を連れていくか決まった？ああ、ランディ、一緒に来てくれるか？俺は構わねえが、男二人ってのは目立たねえか。ああ、それは思ったけど、マフィアのいる会場だろ。女の子連れってのもさ。まあ、そりゃ確かにな。何をひそひそ話してるのかしら。もしかしていつの間にかそんな関係に？違います。いやあ、お前がその気なら俺はいつでもウェルカムだけどな男二人ってのも見かけないわけじゃないよ。真面目な両家の坊ちゃんを悪い遊びに誘う年上の悪人、そんな感じでどうだい？なるほど確かにそれっぽいな。となるとランディは少し派手めにまとめたいわね。逆にロイドはトラッドで爽やかな感じがいいかしら。せっかくですからいろいろ試してみたいですね。ま、おとなしく着せ替え人形になっとこうぜ。お待たせ。ま、こんなもんかね。あら、ふむ。やっぱり似合ってないかな。俺的には結構活かすと思うんだけどな。うん、二人ともとてもよく似合ってるわなんだか本当にさっきの設定通りな感じだから。真面目な両家の坊ちゃんは悪い遊びに誘う年上の悪意、確かにそのまんまですね。そうかなそんじゃご期待通り悪い遊びを仕込んでやるかね。それはダメ。ただでさえこの人ちょっとタチが悪いところがあるのに。悪い遊びを覚えてしまったら手がつけられなくなりそうですね。なるほど、確かに危険だな。ちょっと待て、とんでもなく理不尽な評価をされている気がするんだが君も随分愛されているみたいだね。そうそう、ついでにこれも持っていくといい。これはランディは派手めにまとめたからかなり印象が変わってるけど、君の方はフォーマルな格好でもそこまで印象は変わらないからね。せめて会場にいる時くらいつけた方がいいんじゃないかな。なるほど、助かるよ。どうかな。へえ。驚いた。結構印象が変わるものね。しかも意外と似合ってますこれを機にメガネ男子になったらどうだ。いや別に目は悪くないし。よし、これで準備は整ったな。あとはオークションが開場するのを待つだけだ。綺麗ですね。そうね。しかし夜には花火まで上げるなんてな。記念祭だけの演出なのか。いや、毎日ある演出らしいぜ。テーマパークの夜の部もこれからが本番ってところだろう。ナイトパレードにライトアップされた観覧車、女の子を口説くには絶好。さてと、僕は一足先に行こうかな。そうか、どこかのご婦人と待ち合わせしてるんだったか。まあね。それではエイドスの幸運を。君たちがヘマをしなければオークション会場で会おう。やれやれ、人を食ったやつだな。不良集団のヘッドにして
上流階級御用達のホスト、いろいろと怪しい人ですよね。でも正直オークションの情報を教えてくれたのは助かったわ。借りを作ってしまったわね。なあ、俺たちもそろそろオークション会場に向かおう。なんとか入り口のチェックを抜けて会場の中に入り込まないとな。おうよ。いつでもいいぜ。そろそろ行くとするかよ。ああ、準備は OK だ。よし、行くか。ロイドさん、ランディさん、どうかお気をつけて。打ち合わせ通り私たちはこの付近で待機しているわ。何かあったらすぐにエニグマで連絡してきてね。なあ、そっちの方も気をつけて。そんじゃ、行ってくるぜ。ようこそ、シュバルツオークションへ。招待カードを見せていただけますか？ああ、これでいいかな。念のためお名前を伺ってもよろしいですか？ガイ・バニングスだ。身分は明かす必要はないだろう。ええ、それはもちろん。そちらの方は？ああ、俺はこの坊ちゃんの幼馴染にして悪友ってところだ。いや、こいつちょっと真面目すぎるからさ、こういった大人の催しでいろいろと経験積ませてやろうと出席を進めてやったんだよ。そんなことまで喋らなくてもいいだろう。なるほど、確かに良い経験にはなるかもしれませんね。まったく、いい加減子供扱いはやめてくれよ。今回だって君に勧められたから来たわけじゃないんだからな。その将来のことも考えていろいろと社会勉強だな。わかったわかった、そうムキになるなっての。噂によるとなかなか豪勢な出品物ばかりって話だが、期待しちまってもいいのかね？ええ、それはもう。それではガイ様、お連れ様、どうか存分に今宵のオークションをお楽しみになってください。屋敷だな。こりゃ帝国の大貴族も顔負けの屋敷なんじゃねえか。ああ、想像以上だったな。ハルトマン議長、それにルバーチェ、ここまで大物だったのか。ようこそお客様、シュバルツオークションへようこそ。お客様は初めてのご来場でございますか？なあ、そうだけど。オークションは午後9時から正面にあるホールにて開催を予定しております。それまでの間、左手にあるサロンで供応の用意をさせていただいておりますので、お酒やお食事などをお楽しみください。ちなみに今宵当館にお泊まりになるつもりはございますか？いや、ホテルに部屋を取っているし、知り合いも待たせているからね。今回は遠慮させてもらうよ。かしこまりました。もし気が変わられた場合、すぐにお部屋を用意いたしますので遠慮なくお申し付けになってください。なお、邸内はご自由にご観覧いただいて結構ですが、いくつかの区画は立ち入りをご遠慮願っておりますので、どうかご容赦くださいませ。ああ、わかったよ。丁寧な案内、ご苦労さ。いえ、
何かあったら私や他の使用人に遠慮なくお申し付けください。それではオークション開催まで2時間くらいはある。一通り屋敷の中を回ってみよう。おう、適当に飯でもつまみながら行こうぜ。どうやらここがオークション会場みたいだけど、なんかもうため息しか出てこないな。なんか奥の方に水が流れてるんだが、本当に建物の中なのかよ。とにかく他の場所も回ってみよう。どんな招待客がいるのか一通り確かめておきたいしな。なあ、何、こういう設備を屋内に作るのにどのくらいのミラが必要だと思う？分からん。分かりたくもねえ。ただこの屋敷一つだけで小規模の要塞と同じくらいのミラはかかっていそうだな。はあ、ハルトマン議長か。昔からの名門とはいえそこまでの資産家なのか。うわっ、てめえ。よう、お二人さん、ドレスアップしたようだがなかなか似合ってるじゃないか。おお、パーティーに清掃してくるだけの分別はあるみたいだな。いや、その格好で言われても。いくらなんでもさすがにラフすぎねえか。ハルトマンのおっさんも自分の家のようにくつろげとか言ってたからな。あんたらもぼちぼち楽しんでるようで何よりだ。ま、俺に比べたらまだまだだけどな。え、うん、どれどれ。お、あの辺りにするか。ちょ、いきなり何をやってるんですか。おいおい、フリーダムすぎんだろう。つか、こんな場所で魚が釣れるわけが。来た来た、釣れるのか。よし、今日はなかなかいいものが釣れたな。これはクロエの土産に持って行ってやろう。観賞用の金魚の一種みたいだけど、っていうかさすがにまずいんじゃ。ははは、それではさらばだ。ま、あんたらの方もいいもん釣れるといいな。なんつうか、気にしたら負けな気がするぞ。立食形式のパーティーか。かなりの招待客が集まってるみたいだけど。豪華そうな酒と料理が並んでやがるな。なあロイド、ちょっとくらいいいだろう。別にいいけど、さすがに酒はやめてくれよ。何があるかわからないんだし。だったらやめとくぜ。これだけの料理酒なしで食ったらかえってストレスがたまりそうだ。じゃないっすか。本当に気分ね。こんな場所であなたたちと会うなんてさすがに想定外だったわ。これはその、いや、ちょいとばかり訳がありまして。まあいいわ。それでこの会場ではどんな名で呼べばいいのかしら。いきなりっすか。あなたたちの立場を考えれば
何をしているのか想像はつくわ。そして招待カードを渡すときには代表者が名乗る必要がある。で、何と呼べばいいのかしら。ガイでお願いします。わかったわ、ガイ君。私はそのままキリカと呼んでちょうだい。わかりました。それでどうしてキリカさんはこの場所に。やはり出品物が目当てですか。職業柄神塚の知り合いが多くてね、そういった人たちからどういう出物があるか確かめてほしいと頼まれたのよ。まあ市場調査といったところね。なるほど。しかしハルトマン議長という人はなかなか抜け目ない人物のようね。このオークション仕組みとしてよくできているわ。よくできている。どういうことすか。決して摘発されることのない上流階級御用達の裏のオークション。それは各国の有力者にとって実に都合のいい場であるということよ。単なる盗品以外にも賄賂の品や資金調達のための横流し品、それらを自国で処分しようとすれば法律による摘発は免れない。でもこのクロスベルでは見なかったことにされてしまう。だからこそ帝国も共和国もこのオークションを黙認しているのね。おそらく今回の出品物の中にもいくつかあるのではないかしら。両国の政府筋から引き取られたいわくつきの品々。ガイ、要するに国際的にも黙認されたブラックマーケットってことですか。いや、改めて聞くととんでもない話だよな。もちろんそんな仕組みもクロスベルならではと言えるわ。あなたたちにとっては歯がゆい現実でしょうけど、まあ逆らうのは難しいでしょうね。やれやれ。ただよくできてはいても不自然な仕組みであるのは確かよ。え？万物は気の流れと調和によって成り立つ。歪んだものは歪んだままでは決して長続きはしないわ。何かきっかけがあればいつ崩れ去ってもおかしくない。その意味ではあなたたちの頑張りも無駄にはならないかもしれない。キリカさん。いや、そう言っていただけると百人力っすよ。おしゃべりが過ぎてしまったみたいね。せっかくの機会だからいろいろなものを見てくるといいわ。それがきっとあなたたちの糧になるはずだから。はい。あれは。ご来場の皆様、当オークションの主催者が参りましたので皆様にご挨拶させていただきます。あれが。なるほど、あれがマフィアの会長と帝国派の議長ってやつか。皆様ご機嫌や。オークションを主催してあるルバーチェ商会のマルコーニです。早いものでこのオークションも今年で8回目を迎えました。年々来場される方々も増え、それに比例して出品物もますます充実したものになっております。これもひとえに皆様のご理解とご愛顧の賜物であると言えましょう。そしてもう一方、毎年私どもの催しにこの素晴らしい邸宅を会場として提供してくださっている方がおります。ご紹介しましょう。クロスベル自治州代表にして自治州議会をまとめる大政治家、ホルトマン議長閣下です。たった今紹介に預かった自治州議長を務めるハルトマンです。今宵この素晴らしい催しの場を提供させていただくのは誠
誠に光栄の極み。単なるオークションというだけでなく、各界の名士の方々が集い交換する出会いの場であるとも言えましょう。まだまだ酔いの口。オークションが終了した後にはささやかな夜会も用意しております。皆様におかれましてはどうか当館をご自分の家と思い、ほろりくつろいでいただきたい。あれがマルコーニ会長にハルトマン議長か。議長の方はさすがに大物政治家って感じだな。てめえの権威を毛ほどたりとも疑っちゃいない大貴族にありがちなタイプか。ルゴーチェの会長の方はしたたかで狡猾な短期ってところか。ああ、どちらも一筋縄じゃいかなそうだ。できれば話してみたいけど、さすがに自重した方が良さそうだな。さすがにそいつはリスクの高すぎる賭けだろう。目立たないよう消えようぜ。わかった。さりげなくサロンから出よう。だからその誤解だと言っているだろう。こちらの女性とはただの仕事上の付き合いでね。いいえ、ごまかされませんから。様子がおかしいと思ったらやっぱり他の女性と一緒に来ていたなんて。やあ君たち、無事に入れたようで何より。おかげさまでね。それよりこれは何の騒ぎなんだ。ご覧の通り、修羅場ってやつさ。君だってそんないかがわしい格好の少年と一緒にいるじゃないか。まさかそういう関係なのか。その子は困っていた私を手助けしてくれた恩人ですわ。クロスベルに来て右も左も分からず困っていたところを助けてくれて、オークション会場まで案内してくれて、わざわざ付き添いまでしてくれた。あなたとそちらの女性のようないかがわしい関係ではありません。僕としてはそれ以上の関係になってもいいんだけどね。ねえ奥さん、そんな薄情なご主人なんか放って、このまま僕と火遊びしてみない？奥さんみたいなけなげで可愛い女性嫌いじゃないしさ。マジかそんな。君、人のワイフに色目を使うのはやめてもらおうか。これ以上付き合ってられないわ。ジェームスさん、火遊びをするんだったらもう少し上手に立ち回ってよね。まっとっとと他の招待客を引っ掛けないと。ニキータ君、やっぱり仕事上の付き合いなんて嘘でしたのね。もう愛想がつきました。私このまま実家に帰らせてもらいます。リバリー、そんな。ま、夫婦喧嘩は犬も食わないってやつだな。俺たちはこれで失礼させてもらうよ。それがいいね。また後で宴を楽しんでくるといい。お客様、申し訳ありません。こちらはスタッフ専用の部屋になっておりまして。なあ、それは失礼。広すぎて迷ったみたいだ。マフィアが詰めている待機場所ってところか。おい、ちゃんとリスト通りに揃っているんだろうな。ああ、前半の出品物はそろそろ会場に運び出すぞ。ひょっとして出品物はそちらの方に。ええ、万が一のことがないよう我々で保管をしております。オークションで出品されるのを楽しみにしていただけると。なあ、もちろん期待しているよ。
それじゃ戻ろうか。おい、行くとするか。見つけた。なんだ、どうした。いや、ごめん、なんでもない。早くここを離れよう。お客様、申し訳ありません。こちらは当館の主人の居室になっておりまして。ということはハルトマン議長閣下の。はい、その通りでございます。ただあいにく主人は不在でして、今でしたら1階左手にあるサロンにいるかと思いますが。ああ、さっき見かけたよ。そんじゃ邪魔したな。今のところは異常なしですね。さすがのヘイウェイもハルトマン議長の顔を潰すような真似はしないんじゃないですか。バカ野郎、連中を甘く見るな。理由はもちろん、あのザオ有能すぎて組織の長老どもから疎まれてる。まさに切れ者だ。気を抜いていて喉笛に食いつかれる。はい。しかし今回のオークションは妙な感じがしやがる。ヘイウェイ以外にどこぞの連中が長距離で紛れ込んでいる。そういう気持ちやがる。それも戦場で培った両兵としての勘ですかい。まあな俺も焼きが回っちまったか。このまま何も起こらずに終わるに越したことはねえんだ。どうにも血がうずきやがる。久々に狩りがしたい気分だぜ。キリングベアか。おっと、こいつは失礼。当会場の警備を担当しているガルシア・ロッシといいます。防犯のため見回ってる最中でして、お見苦しいでしょうがご容赦を。いや、見回りご苦労様だね。なんとかかわせるか。おや、お客さん、どこかで見かけたことがあるような。気のせいじゃないかな。あなたみたいな大柄な人、一度見たら忘れないだろうしね。そうかもしれませんが、念のため名前を伺ってもいいですかね。なあ、構わないよ。はじめまして、ガイ・バニングスという。ガイ、待ってる。その名前もどこかで聞いたよ。それにそちらのご人は。遅れてしまいましたわね。え、マリア・ベルのお嬢さん。こんばんは、ガイさん。こんな場所で会えるなんて本当に奇遇ですわね。ええ、確かに奇遇っすね。お嬢さんはどちら様で。私の名はマリア・ベル・クロイス。お見知りおき願いますわ。 IBC の。これはこれは、上から話は聞いておりましたよ。今年はついに招待に応じてくださったわけですが。何度も断るのもさすがに失礼かと思いまして。こちらの方々は私の友人ですけど、何か問題でもありまして。いやいや、とんでもない。改めまして、ようこそシュバルツオークションへ。まずはハルトマン議長にご案内いたしましょうかね。議長閣下には後ほど改めて挨拶しますわ。それよりできればお部屋をご用意してくださる。先ほどまで商談をしていたので少し休憩したいのですけど。かしこまりました。おい、マリアベルお嬢様が部屋をご所望だ。くれぐれも粗相のないようにな。はい、それでは案内させていただきます。なるほど、そういう事情でした。なかなか大胆なことをしてますわね。ええ、まあ実際には見ているだけですから。
ただの自己満足かもしれませんけど。でも気に入りましたわ。エリーの同僚ならそのくらいの思い切りがないとふさわしくありませんもんね。そういうもんですか。よっぽどお嬢のことが大事みたいですね。ええ、愛していると言っても過言ではありませんわ。ええ、だってあの子かわいいでしょ。まっすぐで意志が強くてとても私の自慢の友人ですわ。確かに俺たちにとっても自慢の同僚ですよ。本人が聞いたら真っ赤になりそうだけどな。ただな、エリーとここで会えなかったのは残念ですわね。一緒にオークションでも鑑賞しようと思ったのですけど。そういえばどういう事情でこんなところに。先ほどの話を聞く限り来るのは初めてみたいですけど。ハルトマン議長からは毎年熱心に誘われていますの。ただまあ怪しい方々との付き合いがある人でしょ。お父様はいろいろと理由をつけて断っているんですけど、私の方はなかなかそうもいかなくて。何か事情があるんですか。ミシュランの開発計画は私が担当してますから。その関係でどうしても昔から住んでいる議長のお誘いはなかなか無限にできなくて。マジっすか。そういえば前に IBC の事業にいくつかを任されていると聞きましたけど。と言ってもホテルとテーマパークの運営に関わっているだけですわ。それと今年のオークションは面白い出品物があるらしくて、それに興味があったので出席することにしたんですが。それってどういう品なんすか。ローゼンベルク工房製の初期のアンティークドール、神塚の間で破格の値段がついた幻の作品という触れ込みですわ。アンティークドール、あの人形工房のですか。やっぱりそれもいわくつきの作品なんでしょうか。盗品か、どこぞの資産家が後ろ暗い理由で手放したものか、詳細は分かりませんけど、噂では素晴らしい一品らしくて、コレクターの一人としてこれは見逃せないでしょ。なるほど。ちなみにそういう人形っていくらくらいの値がつくんですかね。そうですもんね、初期の作品は最近のものより一回り以上大きかったらしくて、ほとんど出回っていませんの。マイスターもそのサイズはもう作るつもりがないそうで、必然的にプレミアがついて、以前テートで開かれたオークションでは500万ミラで落札された作品もあったそうですね。人形一体にそんな値が。旧式の戦車だったら買えちまいそうな値段だな。もしかしてその人形競り落とすつもりなんすか。由来がどうあれ人形には罪はありませんか。もちろん盗品であった場合は然るべき対応をいたしますわ。その上で前の所有者と交渉して正式に手に入れるつもりですけど。参りました。太っ腹すぎるぜ。あら、失礼します。マリアベル様、オークションの開催時刻がそろそろ近づいてまいりましたが。そう、ありがとう。すぐに参りますから、後ろの方に3人分の席を用意してもらえるかしら。かしこまりました。それでは手配しておきます。そのマリアベルさん。心配いりませんわ。私が議長と挨拶するのはオークションが終わった後ですし。ま、そういうことなら問題はなさそうだな。わかりました。せっかくなのでご一緒させてもらいます。マリアベルさん、よろしくお願いします。え、こちらこそ。